関係者によりますと、中国武漢市から日本人を帰国させるためのチャーター機の第2便は、29日午後8時に日本を出発する方向で調整に入ったということです。武漢で帰国を望んでいる日本人はおよそ650人いますが、28日8時過ぎに羽田空港を離陸した第1便で帰国できるのは200人ほどです。 政府は29日以降もさらにチャーター機を派遣する方針で関係者によりますと第2便は29日午後8時に日本から武漢に向かう準備に入ったということです。